またま見つけたんだってさっき言ったけど、本当はずっと前から君を連れてきたかったんだ。キャンドルが優しく揺れるこの店のカウンターで、君は嬉しそうに彼にもらった指輪を眺めてる。君の心に僕の雫は落ちないけど、この場は本当カシスソーダがなくなるまでは、君は僕のものだよね。鍵をかけて時間を止めて、君がここから離れないように少しだけ酔い始めてるのかな。本当の気持ちだけど、君も少し酔った方がいい。そして僕の肩に寄りかかればいい。だけど全ての言葉をまた飲み干して、君から目をそらした。二人の時間がさまようたび、決まって君は彼の話ばかりを繰り返す。君のことはどんなことでも知りたいはずなのに、言葉を遮るためだけにタバコに火をつけた。他の誰かで満たされてる。この場は本当カシスソーダを飲み干したら、君は彼の胸に戻るの。鍵をかけて終電を越えて、君がこの店から帰れないように、今はただ一人よがりだけど、なんだ君もいっそ寄ってしまえばいい。そして彼のことを忘れちゃえばいい。だけど残りのバーボンを今飲み干して、時計の針を気にした。そりゃかなり酔っ払っているけど、その責任は君なんだから。鍵をかけて終電を越えて、
時間を止めて皆さん、さようなら。